はい、皆さんこんにちは、マミです。今日は夏だ、サマーだ、スイカだということで、なんかやたらいろんなストアでスイカの味の商品が売られていて、私結構スイカも好きなんで、その商品をご紹介したいと思います。まず一つ目、例えばこちら、ダラン、レッドブルサマーエディションウォーターメロンフレーバー。このシリーズとかって日本に行くのかな、わかんないんですけど、私もウォーターメロンフレーバーちょっと嬉しいということで実食していきたいと思います。うん、ウォーターメロンだけど、なんかちょっとお菓子のウォーターメロンっていう感じの味。うん、こんな味するする、うん、美味しいですけど、でもなんか普通にウォーターメロンジュースって感じ、エナジードリンクっぽい感じの味はしない。私あの毒々しい感じ結構好きなんですよ。でもそれが味がしないのはちょっと残念かも。うん、普通にそんな感じの味。続きましてこちら、ウォーターメロンフレーバー、あのクランベリー、ドライドクランベリー、乾燥フルーツですね、のクランベリーのウォーターメロンフレーバー。いや別にさ、フルーツ同士掛け合わせなくてもよくないって思ったんですけど、ちょっと面白いなと思って、食べたいなと思って、よいしょ、こんな感じ。お、ソーリー、普通のドライベリー。いただきます。見た感じは、ごめん、めっちゃコロコロ落ちてる、後で拾います。クランベリーがより甘くなった感じ。別に無理にそんなに、若干ウォーターメロンのフレーバーの味はするんですけど、まあクランベリー、ドライクランベリーなんでドライクランベリーですね。本日の採点、両方ともリピなしという感じです。いや、ウォーターメロンはやっぱりウォーターメロンで楽しみたいですよね。ということで、もし見かけて興味があったら食べてみてください。いいねボタン、チャンネル登録、引き続きよろしくお願いします。いつもご視聴ありがとうございます。はい、では、また他の動画でお会いしましょう。See you! バイバイ!